ベルテポルフィンは、ベンゾポルフィリン誘導体であり、出順型黄斑変性症などに伴う、目の異常血管を除去する、抗戦力学療法の光増感剤として使用される、医薬品である。ベルテポルフィンは、この異常血管に蓄積し、酸素存在下で、波長689ナノメートルの比熱的な、赤色光の刺激を受けると、反応性の高い短命の一重光酸素などの、 反応性酸素ラジカルを生成し、内皮の局所的な損傷や、血管の閉塞を引き起こす。また、適応外使用であるが、中心性小液性脈落網膜,膜症の治療にも、用いられる。中心下上脈落膜新生血管を伴う、加齢黄反変性症レーザー照射15分前に、点滴上脈注射する。重大な副作用は、下記の通りである。 治療対象癌に見られた主な副作用は視覚障害、癌痛等であり、全身性の主な副作用は肺部痛、頭痛、悪心、無力症、抗生過敏性反応等であった。また、注射部位の副作用は、頭痛、不臭、炎症等が認められた。ベルテポルフィンは薬用ハーブの夏、白肉と相互作用することが知られており、理由は不明だが、 ベルテポルフィンの喫抗薬として作用するようである。二つの物質を同時に摂取することは望ましくない。ベルテポルフィンは、シトクロム P450 の酵素で代謝されないため、他の薬剤のシトクロム P450 による代謝に影響を与えないと考えられている。ベルテポルフィンは、人の皮膚組織の治癒過程における反根の除去に関する研究で求められる効果を持つ。 医薬品として挙げられている。ありがとうございます。